奈良が誇る国宝の仏像などが10月からイギリス・ロンドンの大英博物館で展示されるのを前に東京でイベントが開かれました大英博物館の展示では法隆寺や東大寺など奈良を代表する7つの社寺から国宝5件を含む19点が海を渡って一堂に会しますのの学芸制作顧問で展示の監修を務める根立健介さんが、 日本の仏教彫刻の流れが分かる展覧会になると解説した後、荒新井知事らによるトークセッションが始まりました今回は博物館が所蔵する奈良とイギリスの歴史的なつながりを示す初公開の作品も展示されるなど大英博物館との新しい国際交流を生み出す可能性に関係者は期待に胸を膨らませていました この展覧会を見てです、ね、実際に日本に足を運ぶというきっかけになればという,う期待はあります展覧会は10月3日から、ロンドンの大英博物館で始まります。